に到着しました。ご苦労様です。今回の標的は万事組組長の万事隆で。深町、その前にいいかな。なんかすげえ襲ってきたんだけど、あれ何？ええ、弁解の余地はございません。機密情報を守ることが難しい。それって言い訳でしょ。この仕事ってさ、集中力使うんだよね。無駄な神経を使わせないでよ。相手が手だれじゃなかったからいいけど。今後は一層の努力をして、蘭子様の任務のサポートに。あ、ごめん深町、ちょっと静かにしてもらえるかな。蘭子様、ニキータみたいです。ちょっと嬉しいかも。超綺麗。あのピンク。来た。バイバイ、たかしくん。蘭子様、すぐに撤収を。やっぱりキララだ。はい。嘘でしょ。蘭子様、お急ぎください。蘭子、大きくなったな。立派な女子になった。誰？最後の儀式だ。触んな。なんだ今の。深町、うん、この二人やべ。悪いな、恨むなよ。こっちも仕事だ。悪んだろ。拉致も拷問も無理だから、できればサクッとやってよね。潔い娘さんで。なんてうっそー。ここはやっぱ逃げるが勝ちっしょ。こましめ、こま切れにしてやるぜ。悪いが死んでもらう。あの世で後悔しない。大取り込み中失礼します。この深町、死んでしまうとは情けないですが、この世を離れる前に一つだけ、下から追ってくる歯車に触れると即死です。逃げ続けるのも限界がございますから、そこの二人に止め方を聞くのが早道かと存じます。それでは蘭子様、お健やかに。やっと